乾杯。はい、おはようございます。ダナンデイ2になりました。暑いですね。まあでもね、今回ベトナムのハワイと呼ばれているダナンね、ビーチ沿いのねホテルを取ったんで意外とね涼しいですね。ということでね、今日はね市内観光をねしていこうと思います。ダナンでしか食べれない料理だったり、まあそういうとこね適当にプラーっと回っていきたいと思います。で今回はビーチ沿いなので、もうあっち行けばねずーっとビーチになってます。まあ後でねいつでも行けるんで、まあ後ほど行きたいと思います。いやーいいですよ、本当に風が気持ちいいね、本当。はい、ということでコムガーのね有名店コムガーアーハイに来ました。まあこれからまずは腹ごしらえ食べていこうと思います。はい、ということでコムガーアーハイ着きました。なんかね噂によると味が薄いみたいな、味ないみたいな感じで言ってるんで、まあね食べて検証してみたいと思います。はい、ということで来ました。これがコムガーアーハイのコムガー、でけえチキン、マジででかい。スープもねつけました。チキンとねこのチキンライスかけ、まずはね何もかけずにいただきます。マジだ、思った以上に味ない、うん、チキンがジューシーで、うん、うまい、でもうまい。あ、わかめスープうまっ、うん、調味料かけて、うん、あ、うん、やっぱかけなきゃいけない、うまい、こっちの方がうまい。ほんと昼飯時なんですけど、やっぱほんと大盛況ですね、うん、めちゃめちゃ人います、普通に。はい、コムガー食べてきました。いやまあ本当に想像通りに、想像通りじゃなくてみんなが YouTube で言ってた通り味は薄かったですね、うん、まあでもチキンがね肉厚で皮もパリパリでめっちゃうまかったですね。ということでまた、街歩きしていきたいと思います。次のスポットはあそこですね。もう人の多さでわかるダナン大聖堂、閉まってます。もしかしてこれ入場制限とかあるんかな。うわー、ピンクだね。なんで中入れないんだろうね。瞳ちょっとチャッチーですね。なんかインスタ映えはしそうですけど、開いたっぽい、開いたっぽいですね。なんとも言えない、もうなんか何も感動しない。やっぱヨーロッパの教会とかいっぱい見てきてるんで、特に何にも感情は生まれないですね。想像以上に作りがそうでもなくて、ただピンクっていうねインスタ映えのためだけの教会みたいな感じで思っちゃいますね。はい、ということでおはようございます。昨日はねもうずっとね、あの後もう雨降ってきてもう帰るしかなかったんで家でゆっくりしてました。で今日はねついにダナン滞在目的の一つだったホイアンにね行ってきます。まあホイアンねここから1時間近くかかるんですけど、まあね、まあ、すぐ行けちゃうということで、うん、まあ1時間ぐらいかかるけど売却でねやっぱりお金を節約しないといけないんで、売却で行ってきたいと思います。ということで今から行ってきます。ということでホイアン到着しました。まあ、今ね ATM でねお金を下ろして、で今からね市内に向かおうと思います。でちなみにね ATM ねこのねアグリバンクっていうやつがねいいらしいですね。なんか手数料がね全然かかんなくて、うん、多分一番いいらしいんで、ぜひここでね下ろした方がいいと思います。今後ベトナムで ATM 取る人たちはね、うん、いやもう着いた瞬間マジでホイアンだね。もうランタン、提灯っていうんかな、うん、すごいね。もう至る所に提灯、ランタン。うわー、ホイアンだ、濃くなってきたね。
こっから多分車とかが入れないらしいですね。なのでバイクだけみたいな感じになってますね。すげえ色使いとか黄色がメインだね。うん、うわー綺麗、おしゃれ、ショップとかおしゃれ、いやーいいね。ということでカフェに来ました。やっぱね暑すぎてね、もう途中カフェとか行ってもう休憩しないと歩き疲れますね一瞬で。このカフェから見るこの景色いいですね。なんか赤レンガの感じがね、もうずっと赤レンガが続いてて、うん、いい感じでね、本当に世界遺産の街ホイアン。はい、ということで世界一のバインミーと言われるバインミー4に来たんですけど、すごいですね、さすがの人気、マジで大盛況、すごいね人の数。はい、ということでバインミーオーダーしました。食べていこうと思います。うん、もパンもサクサクで、ね、カレー味みたいな感じになってて、うん、美味しい。これは世界一だ、マジで。やっぱバインミーってね、うん、腹たまるし、コスパいいし、最強ですね、本当に。うん、ベトナム来て4回目ぐらいですね、これで。着物をレンタルしました。いい感じですね。うん、やっぱ、ホイアン来たらやっぱこういうのした方がいいんでしょうね。まあでも僕は暑いから、もうやめたけど。うん、いいですね。はい、ということで、ココナッツボートを乗りました。やっぱホイアンって言ったらやっぱりこのボートですかね。チャヨ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 レッツゴーチャゴランゴーゴン。気持ちいいね。川クソ汚いけどすげーめっちゃテクってる。かっけなんか運転難しそうだけど、さすがだね、ほんとめっちゃテクってる。どうやって進んでるんだろう、こんな感じで越えてるんだよ。すげえなんか漕ぎ方してるね。ヤシの木の道がすごい風情がめちゃめちゃいいね。このボートの数やば。はい、ということで行ってきました。クルックっていうアプリでツアー予約しましたね。ハンココナッツっていうところで予約しました。なのでクルックでね予約していくと本当楽なんで、ぜひね予約していくといいかなと思います。すげえこのレストランの入り口龍になってる、龍だけに。ね、市内に帰ってきて先に腹ごしらえからしていこうと思います。でその後ね多分もうライトアップされると思うんで向かおうと思います。はい、ということでボンホントランっていうところに来ました。まあ、ここなんか餃子が食べられる、ホワイトローズっていう餃子が食べられるそうなんで、でなんかね伝統料理っぽいんで入ってみようと思います。ホワイトローズとホイアンピザって言われてるなんかワンタンみたいなやつがね、この2つしかねメニューないですね。相当人気なんだろうね、もうこの2つで完結しちゃうすごいね。はい、ということで来ました。これがホワイトロースシューマイみたいなやつ。どう、いける、うまい、パクチーない、
パクチー入ってない。皮うまいわ、めっちゃもっちりしてる。エビがうまい、いいね、ここにビールと合う。これは食う価値あるよ、いやうまかったです、本当にペロリ食い上げました。ごちそうさまでした。だんだん暗くなってきました。で、ランタンが灯り始めました。いいね、雰囲気あるね。うわ、おしゃれやな、この細路地も。そしてここを抜けるとあの川ですね。わおわおわお、うわー人えぐ。ドラえもん、ここもね有名なスポットの一つ、日本橋っていうね有名なスポットなんですけど、改装中ですね。来年までねあのやってないらしいです。はい、美しいけど人がこんなえぐいんだ。ホイアンってすごいね、めちゃめちゃ賑わってる。ここでなんかランタンの部屋みたいな感じになってて、あの写真撮れるみたいですね。まあでもお金払わないといけないですけど、すごいね、これは映えるね多分。おばちゃんがめっちゃあれしてくれる、ポーズを指定してくれる。いいねこのおばちゃん。はい、ということで今からねボートに乗りたいと思います。15万トンでしたね。で、灯籠、灯籠っていうんかな、これ灯籠流しもねしていきたいと思います。これが5万トン。いやいいですね、だいぶっぽくなってきたね。超綺麗だな。Thank you. Yep. Yep. ああ乗りました。やば超綺麗。うわマジで綺麗。一面ずーっとこのランタンの光と。はい。うわすげえ。ガーロケアリアン台南部の紅葉とか。あ、no no 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 no。がやってくれるっぽいですね。消えました。今から灯籠流しっていうんですかね、やっていこうと思います。いった OK。 じゃあ願いを込めて、この動画が、この動画が公開される頃にはチャンネル登録1000人いってますように。流れてください、どうぞ。流れない。本当に想像以上に綺麗ですね。これは乗ってよかった普通に、これは出す価値あるよ。超綺麗普通に。千と千尋みたいな感じになってるな、すごい世界観が。さっきね、さっきやっててよかったわ本当に。もう完全に暗くなったらもう行列がえぐい。上から眺めた方がちょっと綺麗かもしれない。まあでもどっちの良さもあるけど、いいね最高。このホイアンってあのどうせインスタ映えどもが集まるとこだろうとかちょっと正直思ってたんですけど、実際来てみるとちょっと感動しました。めっちゃいいとこ、すげえ。いやマジで
来てみる価値あるかもしれないです。めっちゃ綺麗本当に、うん、こっち側は原動機付きっぽいっすねこれはちょっと味ないな。こっちへ乗ろうとは思わんな。おはようございます。ついにデイ4ですね。ダナンデイ4です。まあね、もう観光系はね全部やったんで、まああとはもう飯食ってビーチでゆったりするだけなんですけど、まあね、これから昼飯ミークアンっていうね麺、汁なし麺があるということなので、まあ、今日はそれを食べに行きたいと思います。着きました。ミークアンで有名なねチェーン店らしいですけど、ミークアンバルアっていうところに来ました。今から食べたいと思います。はい、ということで来ました。うまそう。なんかめちゃめちゃ肉乗ってるし、卵もねちょっとトッピング したんですけど、これうまそうだな。いただきます。うん、なんかカレー風味ですね。うん、うん、うまいけど思った以上にパンチがないっていう、なんかもっと味濃いんかなと思ったけど、そんなことなくて、でもさっぱりしててうまいです。Thank you。 うん、ダナンのビールかな。これもね安くて美味しいです。うん、合うね。やっぱベトナムのね料理で野菜出てくるのありがたいんですけど、いつもねパクチー抜いてって言うんですけど、でパクチーめちゃめちゃ嫌いで僕で、いつも抜いてって言うんですけど、やっぱちょっと混じってるんですよね、どっかで。で本当にめちゃめちゃうまいのに、ちょっとそのパクチー台無しになるっていうね、うん、ちょっと惜しいんですよね毎回。まあでも美味しいですけどもちろん、うん、パクチー嫌いにはちょっとしんどいね正直。はい、ということでダナンデイ5ミーケビーチに来ました。いやね、5日目でようやくですよ。いやいいですね、テンション上がるわこれ。まあでも天気はねあんま良くないんですけど、こうやってずっとビーチリゾートホテルがバーってあってね、なんかマジでゴールドコーストみたいですね本当に。すげー、ずーっと続いてる。まあでもね、ぶっちゃけそんなに海は綺麗じゃないですね、まあ、天気のあれもあると思うんですけど、いいですねこんだけ広いとね、スペースにゆとりがあって、さすがベトナムのハワイって言われてる場所ですね、うん、まあ、また晴れた日にゆっくりしたいと思います。で宿ね、ほんとこの辺に撮ってるんで、ね、この辺のレストランとかもねめちゃめちゃ雰囲気良くて、いやほんといいですよ、ダナン。安くてね行けるダナン、やっぱハワイとかねクソ高いと思うんでね物価、うん、いいですよ。やっぱ本当にゆっくりしたい人にとっては最高のとこですね、うん、でこの辺のね海鮮屋さんとかね、こうやってねずっと水槽になっててめっちゃうまそう本当に。うわ、本当はめっちゃ安いんだろうね、うん、すげえでけえカニとか海鮮食いて。まあでも高いからね、貧乏旅には無理ですね。はい、ということでピザフォーピースっていうところに来ました。オーナーがね、日本人らしくて、で、めちゃめちゃ人気のね、ピザチェーン店になってます。まあ、言うてもちょっと高級なんですけど、うん、まあでもめちゃめちゃうまいらしいんでね、ベトナム一うまいピザが食べれるっていうことなので、まあね、今日はちょっと贅沢ですけど食っていきたいと思います。うわぁ、やば、マルゲリータと生ハムチーズピザ、やば、うまそう。うわぁ、これもサラミと照り焼きのコンボ、いただきます。うまっ、ベニチア超えたかもしれない、めっちゃうめえ。ここ照り焼きいっちゃいたいと思います。めっちゃ日本の味、めっちゃ照り焼きうまっ。
やべえこれ。幸せ。マジでうますぎる。イタリア超えたかもしれない。はい、ということでピザ4ピース行ってきました。めちゃめちゃうまかった本当に。でもお客さんもねめちゃめちゃやっぱ日本人多かったですね。やっぱ日本人オーナーだけあって、うん、でマネージャーさんも日本語でめちゃめちゃなんか日本を感じたっていうか、イタリアンなのにベトナムなのに日本を感じたみたいな感じになっちゃったんですけど、いやーよかったっす、うまかった。でも高かったけど。ということでね、今からドラゴンの皮膚をね、リベンジしに行きたいと思います。行きましょう。うわー、観覧車がベトナム国旗になってる、すげー。はい、ということでドラゴンブリッジの尻尾、もうちょっと歩いてね皮膚を待ちたいと思います。はい、ということで到着しました。今8時58分、あと2分でねまた皮膚予定ですけど、また昨日みたいにねどうなるか分かんないですけど、うん、いやー今日は吹いてほしいね。てかもう今日しかないんで、うん、はい、9時です。まだ火吹きは起こられません。マジ頼むで。うわ、今日も中止っぽいです。マジかよ、スカレンちゃんまさかの中止、うん、ぽいですね。もうこれでチャンスを逃しました。まあもうしゃあないね、もう中止ってことはもうしゃあないということで、なんかその辺プラプラしようと思います。毎週毎週こんな人集まってるのにやらないってどういうことだよ本当。せめてアナウンスしてくれみたいなね、マジで。何やっとんねん龍、何やっとんねん本当に。景色いいな、ここは。あそこに見えるのはベトナムダナンのマーライオンですかね。マジでマーライオンのパクリや。夜景も綺麗、めちゃめちゃ超いい感じ。いや本当になんで火吹かなかったんだよドラゴン。うわ、はい、ということでダナン最終日、今日ミーケビーチ行きました。いやなんか適当なバーでチルってます。でこのビールっすよ、最高。あーちょっと海入ってゆっくりしたいと思います。また天気が悪くなってきたね、この時期ね。本当はめちゃめちゃ天気いいらしいんですけど、今年はそんなに良くないらしいですね。なんか結構雨降るっぽいですね。でね、なんか日本人のねあのおにぎり屋さんのオーナーさんが言ってました、ダナン出たくね、マジで気持ちいいな本当。僕はこういうビーチとかでのんびりするのが一番いいですね、うん、マジでダナン出たくないんですけど、まあ明日からねホーチミン行ってこようと思います。またね長距離バスで行くんで。ついに、ダナンを離れる日が来ました。今からねホーチミンに行きます。でまたね毎度おなじみ深夜バス、スリーピングバスでね、ホーチミンに向かいます。またまた18時間かけて向かいます。まあね今回はね宿で予約せずにネットで予約してみました。ベクセルって読むかな、なんかなんて読むかわかんないですけど、まあ、サイト名ここに貼っとくんでぜひ参考になればと思います。まあ、それで予約してね、でなんかクレジットカード決済もできたんで宿で手配して割高で買うよりネットで正規の値段で買った方がいいなと思ったんで、うん、ぜひそのサイトをね参考にすればたどり着けるかなと思います。ということで今からねバス乗ってまた18時間行きたいと思います。で今回乗るのがタンクエクタンク、なんて読むかわかんないですけど、このバス会社を予約しました。やっぱネットで予約したせいか今回はもうバックパッカーじゃなくて現地人が多いですね。
はい、ということで無事にねホーチミン着きました。いやーバスね今回マジでしんどかったっす。まあ、なぜかというともうね、まあ映してないんですけど通路側にもね人が寝てたんですよね。まあ、結構ねそのブログとかね他の人のブログとか読んでて、まあ、なんかそういうのあることはしてたんですけどまさかねあのマジであの通路側にね寝てる人がいるなんてちょっと全然思わなかったんでなかなか大変でしたね。あの一応ねバスの中トイレあるんですけどもうトイレも行けないんですよね。もうそこで道が塞がってるから、まあ、なんでねちょっとねめちゃめちゃしんどかったです。はい、まあ、トイレはね別に全然我慢できたんですけど、まあ、そのね我慢によってなんか気が張るっていうかあのねもう我慢しなければいけないみたいななんかもう水もあんまり飲まんようにしないといけないみたいなねなんかそうやってねなんかちょっと気がめいっちゃうパターンでしたね。まあね結構しんどかったです。まあ、なのでまああのね、まあ、もしね長距離バス取る方いればあの絶対ねあの運転席側じゃなくて乗り場入り口側の方のね席をね取ればいいんじゃないかなと思いました。あの入り口側から乗ればね絶対人は乗ってくるはずなので、まあ、そこにね寝られたらもう歩けないんでね。まあ、なので、まあ、絶対ねその通路側入り口側はねあの絶対そうやって人が寝ることはないと思うん で僕の席が本当にあの運転席側の左の窓際あの3列になってるんですけどで運転席側の左の上の方の、席だったんでまあね結構しんどかったです。はい、まあ、あのベトナムだったらね、左ハンドルの右車線なので、まあ、右からねあのバスの、ね、入り口があるので、まあ、そういう右側を取ればあの絶対大丈夫だと思うんでね今後あのスリーピングバス長距離バス乗る方はねあの参考にしてみてください。ということでまあね今日はもうあのゆっくりでということでもう夕方なんですけど、まあ、今からね友達とご飯を食べに行こうと思います。いやホーチミン都会ですね。にしてもバイクの数がえぐいマジで。いやちょっとね歩くの大変です。本当にホーチミンはマジで。はい、ということでね、ロンドン時代からねちょっとねあのよく飲み会とかね一緒にやってたジンさんがねあのベトナムにね駐在してるっていうことで本当に今日はねあの誘っていただきあの一緒に飲むことになりました。乾杯。いや本当にねたまにこうやってね世界一周中にあのねこうやって友達とねなんか世界中で会えるの本当に嬉しいです。本当にねこれからもねあの旅先でいろんな友達ね出会った友達に会いたいと思います。いやマジで楽しい本当に最高。イエーイ、はい、ゴー。はい、ゴー。はい、ということでね、いきなりねベトナム人の男の子がね、まあ、入ってきたんですけど今日はですねデイ3ですかねホーチミンで、まあ、昨日はね楽しい夜を過ごして、まあ、今日もねあのジンさんと会う予定なんですけど、まあ、今日はねちょっと観光していこうかなと思って、まあ、まずはねピンク教会に来ました。なんかダナンのあのピンクの大聖堂よりかはめっちゃちゃんとしてる作りがすごい教会ですね。別になんてなんとも思わないですね。ただのインスタ映えのスポットってしか思わないですね。まあ無宗教だし僕は。おー、こっから見ればいいですね。反対側で見ればちゃんと見えます。綺麗ですね。いつもね命がけなんですよ。怖い。ホーチミンはねマジでバイクファーストなんで、まあ言うてベトナム全土渡るのもねもう無理やり渡るしかなくてめっちゃ怖いです本当に。まあ、正直バイクねあのバイクタクシーに乗ってた方が安全です。ホーチミンはマジで歩けない。はい、ということでベトナム戦争博物館に来ました。ちょっとねあのベトナム戦争についてはねあのしっかりねちょっと見ておきたいっていうのがあって、世界史とかねずっと好きだったのでなんかそういうの歴史を学ぶのがね、なのでベトナム戦争博物館見に行きたいと思います。うわまずは戦闘機からアメリカ軍のかな US って書いてあるから戦車とかね展示されてますね。うわでけえ。今ね
あの音声ガイドを借りてね、中はこんな感じですね。はい、ということで戦争博物館見てきました。やっぱね、あの音声ガイドねつけていった方がいいですね。まあ、たまに日本語でなんかそういう書いてあるんですけど、やっぱ音声ガイドがないとね、やっぱ英語を全て理解できないと思うんで、ぜひここに来る際はね、あのお金かかっちゃうんですけど、あの音声ガイドをねおすすめします。いやちょっとね到底映せるようなね、あの映像とか写真がなかったので切ってねずっと見てたんですけど、いやめちゃめちゃ悲惨なね、あの写真たちばっかりで、ちょっとね見るに耐えない写真たちでしたね。まあ、特にやっぱあの枯葉剤の影響、その米軍が使ったあの枯葉剤によってその人体の影響のね写真を見るのがねちょっとめちゃめちゃ心が痛かったっていうか、あのベトちゃんドクちゃんって多分あの社会で歴史でね習ったと思うんですけど、あの双子でくっついて生まれてきたみたいな、あのね多分見たことあると思うんですけど、そういう写真とか結構被害に遭ったね、その枯葉剤の影響で被害に遭った写真とか見てちょっとだいぶちょっと気持ち悪くなったっていうか、まあでもね実際にあったっていう歴史をね、まあ、知れて、やっぱ 見た価値はあったなって思いました。うまく言えないですけど、でやっぱねみんな旅行とかで来てると思うんですけど、やっぱこうやってね、欧米人とかがねめちゃめちゃ多かったですね、まあ、なんでやっぱそういうのに関心があるんでしょうねみんな、まあ実際なんかその広島のねあの原爆の博物館みたいなとこもね結構ね外国人が多いらしいですね。ね、やっぱ戦争はダメですよって、まあもうそれは分かりきってることなんですけど、まあでも知れたことにはね価値があったかなと思います。ちょっとうまく言えないですけど、はい。ということでまた次のスポットへ行きたいと思います。はい、ということで次はねノートルダム大聖堂に来たんですけど、まあ、これがねノートルダム大聖堂なんですけど。なんと改装中でございます。一切何も外観見えない。どういうことマジで。まあしゃあないね。まあ別に教会そんなに興味ないんで、まあ、全然いいんですけど、この広場とかねめちゃめちゃいい感じですね。まあそんなに広くないけど、ノートルダム大聖堂にの隣にあるねこのサイゴン中央郵便局めちゃめちゃ有名らしいんで、あの建築がね、まあ中入ってみようと思います。わお、うわー、このアーチ型の建築めっちゃ綺麗だな。で奥にはホーチミンさん、ベトナム建国の父ホーチミンさんの像がありますね。うわめっちゃ綺麗、なんかマジでヨーロッパに来たような感じ。なんかこっからね世界中にあのハガキとか送れるらしいんですけど、なんかみんな送ってますね。はい、ということでホーチミンさんの像のとこに来ました。後ろが人民委員会庁舎らしいですね。いやー綺麗だね、ほんとこの周りの広場とかもめっちゃいい感じで、そしてビル群たちがね後ろにはあって、すごいね。いやマジでねホーチミン都会すぎる。もう正直ね疲れた、めっちゃもう歩くのがね、もう歩くのめっちゃしんどいです。本当にもう毎回気を張って歩かないといけないから、やっぱ都会は向いてねえな本当。でこの辺がホーチミン劇場、歌劇場とかで、ここの通りがあのドンコイ通りっつってプチパリって言われてる通りらしいですね。まあ、ビトンからエルメスから何でもあるあの高級街、高級通りみたいな。いやー何も感じない本当に。ただの都会。ということで今日もねタワーマン40何階の景色から、ジンさんのねお世話になっているタワーマンから失礼します。すげえなタワーマン40
44階からの景色。ジンさん、今日もありがとうございます。本当に楽しかったです。本当にホーチミンのいい思い出ありがとうございます。ホーチミンっぽくないこんなところで。いやいやいや。はい、ということで最終日は VBN ストリート行きました。まあ、言うてね、宿からめっちゃ近いんですけど、まあ、何気今日が初めてですね。まあ、最終日なんですけど、まあ、ちょっと歩いていこうかなと思います。やべえ、賑やかだ。そして歩行者天国になってるからありがてえ。やっと華やかすぎるでしょ、こんな。うわあ、なんかもうバブルみたいな、なんか。マジでバブル。動いてるよ。クオリティが。いやー、V ベン通り華やかでしたね。もうなんかネオンの数が違うっていうか、なんかマジでバブルみたいな感じでね、ちょっと面白かったね。まあ、なんかカオサン通りとかよりもね、全然なんか栄えてたっていうか、すげえなんかパワーを感じましたね。ということで、ベトナム編はね、これで終わりで、明日から、カンボジアにね、向かっていきたいと思います。ということで、またね、旅は続きますし、東南アジアも最後カンボジアだけになって、で、またタイにちょっと寄ってね、駐車とかしに行くんで、まあ、そんな感じでね、これからも旅を続けていくので、皆さん、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。で、あと、チャンネル登録とグッドボタンの方、よろしくお願いします。ということで、バイバイ。